羽生結弦さん、アイスショー、ギフトの物語が創作集団、クランプによる絵本として発売。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート男子で冬季五輪を連覇し、昨年7月にプロへ転校した羽生結弦ゆずるさん、28日、か今月26日に東京ドームで開催する単独でのアイスショー。 ギフトのために作った物語が、創作集団、クランプによる絵本として発売されることが決まった。13日に広報事務局が発表した。このコラボレーションは、ハブさんが自身が作った物語をスケーティングだけではなく絵本として表現する方法を模索する中、本人がクランプに対してイラストの制作をオファー。絵本、ギフトとして、講談社から発売される運びとなった。ハブさんはコメントを発表。今回、 ギフトという物語を作るにあたって、いろいろなイメージを持ちながら作ってきましたと明かし、そのイメージの中には、一つの絵本として見るギフトという物語も存在していて、そのイメージをクランプ先生に具現化していただけるといいなと思っていました。さらに、東京ドームでの公演の世界とは、また違う世界観を感じていただけるような作品です。この作品を通じて、多くの方に違った視点を感じて、 楽しんでいただければと思いますとした。イラストの一部と詳細は公演当日に販売される特別新聞で公開される予定。クランプは今回のお話をいただいて本当に驚きました。ギフトという前人未到の公演とはまた別のハブさんが思い描かれたもう一つの絵本というギフトを少しでもその、そもなく皆様にお届けするお手伝いができますようにとのコメントを発表した。中日スポーツ。 ハブ選手は、ただ音に合わせて滑るというのではなくて、そのプログラム曲に感情移入し、見ている人に世界観とメッセージを送ってくる。だから、ハブ選手のスケートに心が動かされる人が多いのだと思います。プロになり、ソロエース賞は、規模が大きくなり、1プログラムではなく、賞を通しての物語がある。そして、東京ドーム公演が CLAMP さんの協力で絵本になるんですね。とても楽しみです。 本当にプロになってから、どんどん新しい世界を広げていて、嬉しいことだらけです。ありがとうございます。ハブさんからクランプ先生への依頼だったんですね。CLAMP さんの絵は本当に細部まで美しいので、どんな作品になっているのか、ハブさんの紡いだ物語はどんなものなのか、本当に楽しみです。このニュース、だいぶ前に中国にも伝わって、中国版ツイッター、ウェイボーでは、 羽生結弦るクランプ協力がトレンド入りしたそうです。すごい反響。絵本もまたファンへのギフトになりますね。講演も本も待ち遠しいです。すごいことではありますが、もう4度目の記事、各社大変ですね。メディアはとにかく参戦しないと、という感じになってきてますが、追いかけるのも大変なことが伺えます。羽生結弦るなら現役選手じゃなくなっても何でもできるとは思っていたが、スケールが大きすぎてただただあかん。 なっ。